なんとか地球から逃げ延びたベジータは惑星フリーザに到着し、体力を回復させ、ナメック星に向かおうとしていた。フリーザ様はどこに行かれたんだ？お前が発見したドラゴンボールを探しにナメック星に向かわれたぞ。の野郎、そうはさせん。あれは俺のもんだ。ほうほっほっほっ、素直に渡せばいいものを。死ねー、やめろー。バカ野郎、逃げるんだ、早く。このボールは命がけで守ります。しかしベジータはフリーザのボールを奪い、残りのボールを持ったクリリンを発見する。何から何まで、この俺に運が向いてきやがったぞ。ベジータ、とうとう見つけたぞ。果たしてベジータは全てのドラゴンボールを手に入れることができるのであろうか。ベジータ快進撃。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。そっちのドラゴンボールを持っているチビにも見覚えがある。そうか、貴様らつるんでいたのか。まさか。しかしそんなことはどうでもいい。貴様を半殺しにしてボールの場所を喋ってもらうぞ。やってみろよ。バカなやつ。油断したな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても、変身した私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ、なめるなよ。待っていましたよ。行こう！ボート！ジース！ウルド！ギニュー！みんなそろ！
では、邪魔者の始末、お願いしましたよ。義乳特戦隊、もう来やがったか。さあ、ベジータちゃん、たっぷりと可愛がってあげるからね。義乳特戦隊、リカー超アここまでで、さあ、そろそろ、始めようぜ。ウィンチちょうだい。窮地に追い込まれたベジータたちを救ったのは孫悟空であった。なんとか義乳特戦隊を倒すことはできたのだが、地球人たちに出し抜かれ、ドラゴンボールによって3つのうち2つの願いが叶えられてしまう。わかった、願いを叶えてやろう。ここがふるさとか。しかし最長老の寿命が尽き、ベジータの願いが叶わぬままドラゴンボールは石に変わってしまった。そしてとうとうあのフリーザが、スーパーサイヤ人への道。初めてですよ。ここまで私をコケにしたおバカさんたちは、まさかこんな結果になろうとは思いませんでした。絶対に許さんぞ、ムスケラども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつ。よくそんな大ボラが吹けますね。いちいち勘に触る野郎だ。Yeah!
なるほど、まんざらデタラメばかりではなさそうですね。いいでしょう、変身した私の力を見せてあげましょう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。圧倒的な強さのフリーザにナメック星人ネイルとの同化を果たしたピッコロが立ち向かう。待たせたな。しかしフリーザはさらなる変身を遂げてしまう。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。フリーザかベジータか。火よりも恐ろしい究極のパワーというものを見せてあげましょう。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信なにベジータ。それとも頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きつい、ね、この出番はないで。見えてるぞ。ちょっと本気を出したらついてこれないようだね。それでもスーパーサイヤ人なのかな。俺にはこれ
れが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。来たがれクリエイター。真の恐怖と決定的な挫折にベジータはすでに戦意を失っている。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃおうか。まだゴミが残っていたのか。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。まさか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様が最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ジータはもうほとんど身動きせえできねえような状態だったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。バカ野郎、非常になれ。そうすれば貴様はきっとなれるはずだ。スーパーサイヤ人に。よく聞けカカロット。惑星ベジータが消えたのはフリーザが攻撃しやがったんだ。あいつの命令通りに働いていたってのに、俺たち以外は全員殺された。奴がスーパーサイヤ人が現れるのを恐れたからだ。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む。